死ぬの？お前は腹くくった上でやってるんか？山盛さん、玉はまだ残っとるがよ。昭和27年、日本映画黄金期の東映京都撮影所において、立石、足立礼二郎らを中心に、盾技術の向上、発展と継承を目的に発足した盾技術集団。東映剣会、ボリューム3。スターシステムによる東映時代劇の黄金期は終焉を迎えようとしていた。テレビの時代の到来とともに世代交代の波が押し寄せてきた。そこで東映は時代劇再建の切り札として、スター一人の魅力に頼らない集団構想時代劇というジャンルを創出し、時代劇本編の起死回生を狙った。新進気鋭の監督工藤栄一がまず打ち出したのが13人の刺客だった。この作品の盾をつけながら、もはや自分の時代は終わったと感じたのか、足立礼二郎は中村金之助と共に東京へ去ることになる。その時俺も言われて、足立さんと一緒に今回帰ってきに向こう行ってテレビやるって言う、映画やりたいんです、はっきり言うた。言葉に表せなかったね。仰ぎ見た人からね、どん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 ね、量産体制に入ってたし、そこで自分の主張がほとんどなくなってきてっていうのは、僕はね、本当にね、家帰って悔しくてね、世帯交代ですよね。先輩らがだん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 年いって、次の時代を担う最有力として足立礼二郎の元からすでに立石デビューを果たしていた谷明賢がいた。谷さんは反抗してた。こんなギャラも持ってんのにみんなペラペラやもんな。それは面白くないのかな。もうそろそろ模様替えする時じゃないかなって改造したのが谷明賢。足立さんと谷さんが対立してたとか、そういうことはあるんですか。多少あったね、うん、谷さん向こう行きの強い人っていうね、新時代を築くのには同じことやってたらダメだぞ。谷明賢の盾は血みどろで汗まみれだ。彼の熱い眼差しは無名の役者にも注がれ、スター俳優により型にはまってしまった東映の盾を真っ向から崩しにかかる。体の内側から湧き起こるような個の情念を全ての役者のアクションに求めた。怪我もしないけど、むちゃくちゃいか、はい、ワンチャーのほい、やったはった、その、なんかみんなをこう、うまく、カッとさせる。あの人、テンション、ガンと上げてくれるんですよ、一人で現場の、勉強させてもらいますって言ったら、勉強やないやろって、お前は金もらって現場に来てんねん、勉強するってどっちや。スターを引き立たせる従来の盾か、切られ役も含めた、リアリティを追求する盾か、剣会の方針をめぐり会員全員参加で投票が行われ、会は一旦解散することになった。新たに谷明賢を頂点に、正式名を剣会から東映剣会機能集団と改め、新生剣会として再出発した。谷明賢の盾に対するほとばしるような情熱はやがて上野隆三、そして菅原敏夫に引き継がれ、現在の東映剣会にまで届く時代劇の新しい風が吹き始めた。上野隆三が全身全霊を込めて新境地を切り開いた近衛十四郎主演の忍者狩り。言葉では言い表せないような恐怖と狂気がそこにはあった。先生、今までで
最高の写真ですわ言うたら、この上さんご機嫌になってまた飲み直しや。上野は気に入った脚本を見つけるとプロデューサーに直談判して作品を担当した。11人の侍もそうだった。新たなリーダーに剣会のメンバーたちは厳しく要求された。死に方を研究しろ、ただ死ぬんではなくて死んでいく様を見せろと。アクションの中でその役の感情を作っていくみたいなやり方。そうそうそう、だからもう要は台本だよ。はいはい、台本が良かったら何やったっていいもんできるよ、はい、台本悪かったらだんだん黒沢明が来たってダメだよ、うんうん、タペさんは芝居全部自分で芝居してつけて、こここうやってやってこうやって言って、そのやっぱ演出力ですかね、すごかったね。やっぱり東映は時代劇だけに頼るのをやめ、新たに侠客の世界を描く任侠映画のシリーズを東西の撮影所に分けて展開していた。上野龍三は谷明賢と共に東京の撮影現場に遠征することもあった。彼ら立石が立てだけではなく演出にも深く関わっていた逸話がある。人が一人死んでいく、それを俺が痛めつけたの、自分が悲しくなるんだよね。俺そういう盾がつけたかったね。それを最初にやってくれたのは鶴田浩二や。人を切りたくないけど切らなきゃいけない役で、やれば統制上のつながりってあるじゃない。飛車角で健さんの死んでいるとこ血のり初めてつこて、向こうの人びっくりしてたわ、ばあ吹かしたから。それで長井の持たそう言うたの俺やね。長井のとは後々任侠映画で高倉健のシンボルにさえなった長ドスのことだ。健さん長井の持ったら色気で、健さんにあいつで持たしたってごっつい人は小さなの持ったって様にならへんし、うん、じゃあ鶴さんはこのが持ったら色気が出んね。鶴田浩二には短い合い口を持たせる、獲物一つでキャラを立たせる。立ち回りにも色気がないから、男の色気がな。それで新藤さんに言って、健さん長いので津田は愛口言って決めていきましょう言ったら、よし分かったお前そうせ、それからやと。ギャラ何も持てくれるかいこの通り。仁義なき戦いは東映の剣会としては画期的な思い出じゃないよね。山森さん、弾はまだ残っとるがよ。これこそ変革の映画であった。東映京都撮影所のみならず日本映画界全体に革命的な衝撃を与えた実録もの役者映画仁義なき戦い。全5作とも監督は深作欣二、そして立石は上野龍三がついた。これ実際に回されたんですか。そうやん。その頃の上野さんはどのように見えてました。怖い人でしたね。めちゃくちゃな人でしたね。全ての動きが激しく、立ち回りというよりは肉弾戦だった。キャメラマンがついていけないような立ち回りつけてくれ、綺麗事は一切いらないんだと。菅原敏夫も上野の助手につき多くのシーンを任された。現場は血しぶきが吹き上がる阿鼻叫喚の世界だった。殺し合いに形なんかいるかって言ってみたいな発想でやってましたから、ね、深作監督も全てに対して妥協がない。納得がいくまでとことんやり続ける。一番ねあれ乗ったっていうのはね、監督がねやっぱりすごかったのね。一つが言えばうまいシーンですがね、バイタリティーというかエネルギーというかね、この監督だったらもう何でもやってくれるよ、みんな
意識持ち始めたんですよ。やっぱり現場が分かってなる人が一番意味出ますわな、考えて。馬のしょんべんいらんなら馬のしょんべん飲ましてやろうか。走りまくってついたり蹴ったり、あれは深作さんじゃないとできないと思うしね。それが東映の様式をガラッと変えてしまったでしょ。基本的なことしてないと怪我もするしね、危ないんだけど、ただ時代劇の我々を教えられたちょっとした美学をね、欠如してきた。でもまあそれをそう思わさないで、引っ張ってくれたのが深作さんね。その深作監督が取り入れた上野の意外なアイデアがあった。神宮は俺はラグビーやってたから、ラグビーの真似してやってた。仁義なき戦いから遡ること4年、中島貞夫監督の日本暗殺秘録という作品があった。映画の冒頭に和歌山富三郎が井伊直弼を襲撃する桜田門外の変のシーンがある。そこで上野はラグビーのスクラムやタックルの動きを取り入れた。井伊直弼が乗っているカゴがラグビーでいうところのゴールだった。仁義なき戦いのあの激しい肉弾戦の源流はやはり時代劇の中にあった。あんなアクションはラグビーやってないと見てないと絶対出てこない。もしかして井伊直弼の生首はラグビーボールなんだろうか。ピラニア軍団は東映剣会から派生した集団だ。剣会のメンバーの川谷拓三や志賀勝がいつもやってる飲み会にピラニア会と名付けたのが始まりだった。その会に室田秀夫をはじめとする東映ニューフェイスたちが加わり、まだ若手だった渡瀬恒彦がそれを束ねて発起人となり、演技者集団東映ピラニア軍団として正式に結成された。大したもんですよ。東映のカラーを破ったって言っても過言じゃないですね、ピラニア軍団。しかし当初より川谷拓三と志賀勝は素行が悪く、剣会の手に負えない部分もあった。で酒癖悪くてしょっちゅう捕まってたよ。もらい受けに何回行った、あの二人喧嘩したの、酒飲んで暴れたの、そんなんばっかりが、その要するに良しとして。とはいえとことんまで芝居とアクションを追求する彼らから、剣会のメンバーたちも新たな時代へ進む勇気のようなものをもらったのかもしれない。たくぞうや志賀勝が役作るとは何でもやるよ。たくぞうなんかね、死ぬんちゃうかな、拷問されんでね、その時にもギブアップしないでね、今だったら問題になりますよ。俺はスターに絶対になるよ、やっぱり、ね、僕なんか全然もう生き物もあれも全部違いましたからね、やっぱりね頑張りましたからね、それでやっぱりスターになりましたからね。僕も変えましたよ、空手習いに段くれたけどね。その後新たに東映京都が挑戦した新しいジャンルに空手があった。このシリーズは全世界から反響があり、ハリウッドのクエンティン・タランティーノは熱狂的に支持し、キアヌ・リーブスはこれを見て役者になる道を選んだという。アクションスターサミー・チワとして世界にその名を知らしめた千葉真一主演の殺人拳だ。やっぱみんな燃えてた時代なんだね。新しい東映のね、時代劇オンリーの世界からちょっとだけ脱皮しようみたいな、どっか底辺にあったんじゃないかね。だから燃えてたから痛いのかゆいの言わなかったね。本物の武道家たちに混じって剣会のメンバーたちも千葉真一を果敢に攻める。こんなん背中の上暴力描写がね、とことんやってるんですか。すごいです。例えば、
蹴るなんて、ただ倒れたのを腹を蹴るなんて、中途半端監督は OK しなかったからね。革靴もとんがったやつじゃなくて、履物も考慮したけどね。自分の体をどう使うかとか、まあもちろんあの台頭を使うっていうことをまずベースにするんですよ。体幹も含めたいわゆる体の使い方とかはやっぱりこう自然に身についていく。僕らもこればっかりやってるわけいかないですよね。茶色い革ジャンの福本製造の動きも切れまくっている。崩すことは簡単よ。ベースに流れてるものっていうのはやっぱりこうきちんとしたものが流れてないと、そこからじゃないと新しいものは生まれてこないと思うんですよ。父上の大切な夢をぶち壊した。12年ぶりに中村金之助がよろずや金之助として東映京都に戻ってきた。深作欣二監督の柳生一族の陰謀だ。あの悪夢に惑わされてはなら。今日この日このただいま、武将を問わず撮影所の人間たちは暗観胸に迫る気持ちで金之助を出迎えた。夢だ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 夢でござる。あの時はやっぱりなんか本編が帰ってきたみたいな。そうですね、ありましたね。みんな一枚でこうなってたのが、よろず屋さんが戻ってこられるってもすごいやっぱり嬉しい。そしてさらに東映は大石蔵之介に金之助を配し、深作監督も続投して赤穂城断絶を制作する。久々の忠臣蔵の本編だ。討ち入りのシーンは狭いセットでそれぞれが巧みに立ち位置を変えながら激しい立ち回りを展開する。上野隆三と菅原敏夫がまさにラッサチのお手本のような盾を構成していく。それぞれに役割があり、メンバーの動きにもキレがある。剣界の本領発揮だ。それぞれがそれぞれの人生でもって戦ってくれる。あの北作君の赤穂城は僕らもやっぱすごい原点になります。次世代の人たちにああいうのを一回経験させてあげたいね。久々にまた元の、ね、時代劇に帰ってきたなという立ち回りでしたからね。すぐまた時代劇が来るというね、みんなここに秘めてやってましたけどね。待ち望んだ戦いに赤穂浪士たちのアドレナリンが増幅されていく。不破和右衛門を演じる千葉真一の行く手を阻むのは小林平八郎を演じる渡瀬恒彦だ。あれは疲れたわ。二人とも好きやからな、何回も繰り返す。千葉さんは要するに俺が一番アクションないって言って自負してたでしょ。ところが口に出さないけど恒ちゃんは俺は負けへん。でそれが激突でさ、サクさんだけは喜んでた。うーんって喜んでね。テストからもう苦言ないんだからね。それを取り戻すことも大変だったんじゃないですか。大変ですよ。で、特に自分のお手本になるのは、まあ、千葉先生もすごかったですけど、渡瀬先生普通なんかもうちょっと感情的にならはるじゃないですか。すっごい冷静じゃないですか、ある意味で。来てる連中のことも何も全てこうなんかこう身の中に包み込んでる、やってられる姿がすごい好きで。思うんですよ、芝居って、あの縦芝居やっていうの。東映京都は時代劇を決して手放さない。だからこそ思い描く侍の心、侍の戦いはこれからも続く。
歴史の教科書では習わないわけじゃないですか。例えばそれ忠臣蔵にしてもそうですけど、その実際にはあったかなかったかわからないですけど、それがドラマとしてドラマチックであればどうでもいい、かっこよければいいし、笑ったり泣いたりできればそれでいいやないかと、エンターテインメントとして。でそれによってこう現代にこうつながるし、さらに未来へつなげていくって、やっぱり年表で残すんではなくて、要するにドラマとして残していく。あえて一言、これからの若い人たちね、俳優さん、特に俳優さんね、全く勉強もしないで来て、カツラつけられて衣装つけて現場行って現代用語で喋って、そんなんでね良くなるはずがないですよ。刀の重さ、冷たさ、そんなことを感じて刀抜いて立ち回りやってくれてる誰もいない。本当は人間同士が殺し合うっていうのはそんな簡単なものではないような気がして。膨大なものを背負ってられるっていう印象があるので、やっぱり刀を持ってるってことは強いとか、そこじゃなくて本当に強いっていうのはどういうことなのかとか、本来精神的なものがしっかりしていかないと、それこそただの殺人魔になっていくだろうし、侍役をやりたいってやっぱり自分で念じて、それぞれ勉強したりとか、そこをキーにして、まあ、いろんな役に自分もチャレンジもしてきたので、やっぱりそういったものを自分の体の中にたくさんこう蓄えられる、やっぱり原点になったのがやっぱり侍役であるし、侍っていうものであります。自分の中では我慢することです。我慢できる人、我慢できる人は自分で腹切れるんですよ。人のせいにしないから、福本さんですよ。どういうんですかね、やっぱり侍って言ったらどういうんですか、自分自身っていうんですかね、人にうんぬんやられてうんぬんじゃなしに、自分が思った通りに、それは侍かなと思ったりはしますけど、偉そうな通りは悪いんだけど、人に言われてうんぬんうんぬんじゃなしに、やっぱり自分は信念を持ってこうやって思ったら、そのまま、それは自分の侍精神かなと思って。福本清三のこの答えに一つの確信を得た。嵐の真っ只中にあろうとも一人立ち尽くせるもの、それが侍。一つの動き、ワンアクションでもちゃんと理由があって、絶対的に忘れてはいかんところはそこだと思うんですよね。上野さんの盾っていうのはハートフルなんですよ。単なる感情的な動きだけではなくて、内からこう出るやろと、やっぱりこうみんな上手に動こうとするんですよ、言われたことを。我々が言ってるのはその上手に動くことではなくて、もっとこうハートフルな動きをしろ。東映通義会とは一言で言ったら何でしょう。まあ共に育ててもらって、共に育ったところね、この人尊いとこやからな。東映というのはやっぱり今まで付き合ったこの大切な追加というものがありますからね、今やってる人が一生懸命こうやって継いでいって、次の時代につなげていってほしいなと思いますけどね。